ロブルグとお別れ。そう、昨日でね、行けるかと思ったんだけど、あの余韻が長すぎて眠くなってやめたんだよね、昨日。あ、銀狼、面白い。今日も来てくれてるのか。ロビーに休憩室に全員分の個室、かなり車内設備が充実してる。通りで七死人は宇宙のどこでも我が家にできるわけだ。人生は終わりのない旅だからね。銀狼もここに残ったら、性格ハンターはこういう感じじゃないの？それは教えられない。カフカにごちゃごちゃ言われちゃう。パンクロードを離れる前は私も七死人になることを夢見てた。夢見る感じの存在なんだ。列車に乗って星を離れて初心者村の外で待ち受ける果てしない冒険に繰り出すんだって。まあカンパニーに加入したり巡回レンジャーになったりアナイアレイト言語を利用したりする手もあったけど、銀河に出られるなら何でもよかった。でも最終的に性格ハンターが私を見つけた、あるいは私が彼らを見つけたと言ってもいい。エリオの言葉を借りればこれが運命なんだって。なるほど、いい話じゃん。開拓レベルをね、確認していきます。30まで上がりました。でですよ、この均衡レベルってやつも2になりました。でですよ、クエストだよね。お別れ、やっとお別れできる。ここでいいんですか？あ、こんにちは。まだ早いし、どこかへ行く。いや、こんばんはだ。もう私の時間はぐちゃぐちゃ。ついにこの時が来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。悲しくなっちゃう。結構いろいろやったけどね。終わらない宴はない。もう終わらないのかと思った。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな白状なやつなの？あ。これしかやることない。どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。わかった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。いいシーンだ。三人ともお帰りなさい。あ、戻りました。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。もうね、遊び歩きすぎて。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、やっほー。結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。高く評価していただいてます。それじゃ私の点数の方は。
もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。優しい。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリ色6で溜まった疲れを癒すといい。結構、ね、パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。確かに、もういろんなことが。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの、好きにしてちょうだい。好きにするか。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。結構仲良さそうと思ったけど、ね、無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、大守護者、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を話したいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼児ちゃんも待ちくたびれてるよね。みんないろんな方向を向いている。次の目的地はどこなんだろう。すっごく楽しみ。ねえ。誰と何から話そうかな。よいしょ。あれ、この人喋ってくれないじゃん。ベルト。列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を。色まだいてくれてんじゃん。ずっといてくれてんのか。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は運命としか言いようがない。なるほど。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だからもし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。え、あ、この上着コートって柄じゃなくて穴だったんだ。上から順番に聞くか。カカリアとの決戦について。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。ソンゴの運命について。ソンゴのクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。ソンゴという強い執念のもと、ベロブルグの剣奏者は数百年もの時を耐え抜いた。信者をやってらっしゃる。烈海の侵食が深まるにつれ、もともともろくなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全にソンゴの運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎないソンゴの意志を見せた。その結果、クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。
あんたが大守護者の武器を震えたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオンの一別のおかげよ。バットじゃないやつって大守護者の武器だったんですか。あの時支援してくれてありがとう。そう、ロボットとかね。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリーロ6での活躍は全て見ていたの。いや、ベルトさんはね、仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね、たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。カカリアの力の源は？それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。ああ、なんかね、ずっとわーわー言うとるって言ってたね。全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時にかわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。大変よな。答えられません。他の話をしよう。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。時間はたっぷりあります。元の姿に戻れる。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。地獄でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょ。そうですね。でも聡明な方です。何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。ああね。でも、マブダチだもんね。運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから。彼らが生きている間に、ある程度ヤリーロ6の繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して、彼らは依然として弱く、無防備よ。私たちは、ただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。頑張れ。性格はどうなったの？性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ、性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで、彼女に力を与えていた性格にも誇りができたから、漂ってません。私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。封印されてんの。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。待っていてくれてありがとう。サンキュー。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。あれ、あ、やっと喋ってくれるようになってる。本当だ。ベルト用初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。難しい。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題がつきそうだったからな。姫子かパムぐらいしか喋る人いないかったもんね、多分。3人が出かけてる間。劣化とカンパは消えるの。おそらく無理だろうな。消えないんじゃない。ああ、無理か。以前メッセージで送ったように、性格がヤリーロ6に与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。
しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。やっぱ希望を見くびってはいけない。みんな詩的な表現をなさってる。色も形もなく触ることもできないが、詩的な火を、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。ベルトさんマジかっけっす。ベルトさんのなんか射程みたいな人もいます。あんたの話をブローニャに教えた。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより、慕われているんだね。知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリーロ6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。ベールトがいると旅の不安が軽くなる。あ、主人公の心の負担も軽くなっております。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、いたいた、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。でもあの君たちの行動は、ね、気持ちは一つでした。ずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。ベルトさんをね引いてから、彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。心の距離が近くなった気がするわ。なんかそれまでは列車でなんかただ座ってるというか立ってるだけの人っていう印象だったけど、君との会話は得るものが多かった。一緒にね戦ってると頼れる感を感じますよ。もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。パンクロードを離れる前は私も七死人になることを夢見てた。まあカンパニーに加入したり、でも最終的にカンパニーの話誰かもしてた気がするんだよな。誰だっけ、タンコとかだっけ。なんかねキャラクター紹介みたいなページがねどっかにあってね、これだっけ、無口な青年としか書いてない。あ、カンパニーの船を降りた彼はこれだよ多分。なんか船なんだカンパニーも。車掌さん、ただいま。ただいま。し、正規の安定率の測定中じゃ。邪魔をするでない。ちょっと冷たくない？空間パラメータ正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が敷地に達した。急に仕事やってますか、発射を強化する。二人ともよく戻ってきた。仕事をやってるというアピールは大事だ。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。列車組は部活？列車の状態。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。よかった。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。一人で大変だね。お土産を持って帰ってくるのを忘れてた。お土産買ったっけ。気にするな。ヤリーロ6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。なんで田舎だ。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務、特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。あ、話は変わりまして、次の目的地は、次の目的地は航路会議で発表する。そういうのがある。ワクワクしながら待っておれ。
待っておろう。ナノの夫婦。あ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。あれ。ありがとう、車掌さん。あ、びっくりした。うちって、ナノカちゃんの射程って思った。持ってかなきゃいけないのかと思った。今すぐじゃ。一緒にいるんだ。空間の異常が再び発生する前に、急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため、すべての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは、列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。これはなんか言われたことある気がする。輝かしい朝日の下で、が、終わりました。読めない、望まぬ、なんとか。連絡がいっぱい来てるな。見ようかな。メッセージを。え、アバター設定してない人から来てるよ。アバター?アイコン。シルバーメイン、キンク候補。あ、候補か。いや、でも候補でもなんか設定した方がいいんじゃない?ちょっと怪しいよ。なんか、故障したロボットが出るらしい。なんかあったらモリーまで、わかりました。クラーラが、なんか言うてる。最近空いてる時間はありますか?時間ならあるよ。深い集落で困ったことが起きていて、お姉さんに来てもらいたいんです。時間あったらでいいので、すぐ行けるかわかんないな。そうだったんだって言うと。すぐに行くようになっちゃった。クラーラはスバローグのとこで待ってますね。行、絵がたし、その1。炭鉱からも来てます。昨日の夜中に資料室のドアをノックしたのはお前か。お前、昨日の夜中は資料室にいなかっただろうが。ごめん、怖い話か、これ。昨日はホテルに泊まったはずだが、夜更かしはほどほどに。健康第一。お前もな。あ、整理整頓が趣味なんだ。性格とアイオーンね。アイオーンの項目はすでにラベリングを済ませてある。うん、なんかいっぱいあるけどどうしようかな。よし。同行クエスト。あ、これなんかね、クリアするとあの、銀狼みたいに、列車に、何?ゲストが来てくれるらしい。これは何ですか?あ、話を進めたらいずれもらえるらしい。なんか、いろいろ、いろいろある。スーパーリーグも開催中。あ、ガチャ引こうかな。なんか引ける気がするんだよね、これ。群生跳躍。2回ではない、20回引けるから引いちゃおう。新しい旅だったら誰か一人ぐらい新しい人来てほしいな。私の誕生。米がいっぱいある。あ、琥珀もあるよ。ダンスダンスダンス。
あ、ダンスめっちゃいいじゃん。私風船のティニーってアニメのダンス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 って回めっちゃ好きなんだよね。ナイス。絵がついてる本が2冊ももらえてよかった。ヘルタさんあげよう。このタイプの本漢字難しくて読めないんだよ。あ、タンコお前変化なんだろう、重なったみたいな感じかな。なんかタンコがやる気を出してます。じゃあ様子見に行こうかな。いない。めちゃくちゃある。何これ、正規会主要紙ウーボ、すげえ、すげえ、こんなんまとめてるんだ。え、すごいね。もう趣味どころじゃないじゃん、こんな。スタッフのチャットの記録とかまで残してんの。なん、趣味とかじゃないよ。癖。あ、これがアーカイブってやつですか。なんか、ここに来なくても見れるような気がしないでもないけど、気のせいかな。しっかり座ろう。列車が間もなく走り出す。え？座んなきゃ。おお。パンクロードを離れる前は、まあ、でも。しっかり喋ってんのかと思った。喋ってないんだ。しっかり座ろう。待たせたな、乗客の諸君。3人の開拓者の協力によって列海の活動は最小限まで抑えられ、正規の各パラメータも正常値に戻った。めでたい。列車は間もなく運転を再開し、ヤリーロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。ちゃんと座って、あれ、さよならを言うタイミングがあると思ったらない。遅れはしながらさよなら。すごい強そう。はい、将軍様。この後カノモリ話題になっていた射程も連れてる。私を覚えているか。ああ、人は5人、代価は3つ。ケイメン、その中の一つは貴様じゃない。人は5人。え、何回、別の人にも、みんなに言ってるのか。その中の一つが貴様だ。あ、やる気出したもんね、タンコ。少し待て。フィーチャーされてるんだ。フィーチャーになってる。今行く。ほら、言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。寝だめはできないと考えていいって書いてあったよ。
廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに、だってさ。うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。もう何かに負けてる。ていうか人は5人の人あれじゃん、いつもサポートに来てくださる人じゃん。こんなすぐ出番あるとはね。いつもサポートって書いてある人がね出てくるんだよね。おはよう、時間通りね。3日みたいなやつやってたら時間を守るのが私の長所。炭鉱のことで告げ口がある。特にないけどしとくか。ああ大丈夫、炭鉱は時間を守る人よ。もし遅れるのならきっと何か原因があるはずだわ。炭鉱の状況は少し特殊なの。私たちはできるだけ彼を守りたいのよ。ヤリイロ6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。この人過去を分けありだからって言われてたか。そういえば次の星はどんなところ。本当に少しも休まず開拓するんだね。確かにね、もう少し休んでから出発したらいいのに。休んでる暇なんてないよ、人生短いからね。秘密よ、楽しみは後に取っておくものでしょ。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。みんな口固いな。もう少し待ってちょうだい、会議はもうすぐよ。はい、全員が視線を交わらない方向に向いてる。次の停車駅の情報は聞いたか。楽しみじゃろ。聞いてないよ、誰も口を割らないよ。嘘つく、聞いた。楽しみにしているようには見えないぞ。ヤリイロ6での冷たく過酷な旅を経験したにしても、次の星がどんなところか楽しみじゃろ。どんな星でも大好きだよ。いつペガーナにたどり着けるの。ペガーナってなんだっけ。そんなとこを目指してるんだっけ。千年も経ってるのに昔の情報は役に立つの。千年も経ってたらだいぶ変わってそうだけどね。正確に汚染されていない星はきっとある。なんか悲しんでる。列車のスピードはとても速いが、それでも変化にはついていけないのじゃ。変化が早すぎる。準備ができたら戦闘部の近くに集合するのじゃ。会議が始まるぞ。あ、はーい。いや会議楽しみだな。元気そうだな。元気です。次はベルトも同行するの。いや来てたけどね、ヤリイロ6にもね、途中からガチャで。どんな世界に行きたい。行きたい世界か、故郷だな。へえ。だが残念なことに破損していない星図にはその位置は記されてなかった。うちに帰る前にもっと他の文明を見ることにするよ。請求列車に乗っているこの時を無駄にしないためにもな。みんな忙しいな。1分1秒を争っている。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。おお。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。ありがとううちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。聞いてわかるかな。お久しぶりね、請求列車の皆さん。ああ、私よ、ダフカ。あ、私よ、うん、やっと知ってる人だ。あら、いいタイミング、皆さん勢ぞろい。一番最初にね。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。
でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。ここ誰でも来るんだ。変更してちょうだい。まだ目的地聞いてないのに。あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。ああ、山手線かなんかの駅に貼ってあったかも。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。そこまでは見てないわ、ごめん。自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。カンパニー結構指名手配犯ってポジティブなんだね。国際的に力のある団体なの。ペルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを京都人しかいない、ね、その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。あ、なんだホログラムはブスケみたいなマナーがあるのか。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ、もちろん知っているでも君たちは知らないでしょう。その先週が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。順守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。困るね。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、サポートをしてくださる人、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。招いてる、ね、偶然にしてはできすぎでしょう。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。性格を封印して選手を助けるべきだよ。恩を売るチャンスだね。私たちに何のメリットがあるの？恩を売るチャンスだよ。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから。そうなの？性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて泉州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても
群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。さようなら。美月ちゃん、タンクを呼んできてちょうだい。またみんなバラバラの方向を見て。カフカ、あいつのことは苦手じゃん。危険な匂いがするからの。でも、うちのママらしい。進むべき道と目標は開拓者自身で選ぶ必要がある。それがアキビリ様の心情じゃ。話、会話のキャッチボールしたれよ。開拓レベルを確認したいです。え、強大な先週同盟がたった一個の性格に追い込まれるとは思えない。じゃ一個じゃないんじゃない。どう思いますか。そもそも先週同盟ってそんなすごいんですか。宇宙で広く知られている勢力の中でも上位に位置する存在と言えるだろう。いっぱいあるんだ勢力。純種の運命は比較的狭く、アイオンの中で目立つものではないが、同盟は直接彼の祝福を受けている。6層の選手は相互扶助の関係にあり、運命共同体とも言えるな。6個1みたいな感じ。運命からわずかに力を得ている派閥とは比べ物にならない。何にせよただごとではない。今回は俺も同行するつもりだ。おお、気持ちだけでなくね。あんたはどう思う。どっちでも、いや、行くべきだね。そう？理由は？会いたいじゃん、カフカにね。行かなければならない。カフカの言葉を全部信じるわけにはいかないわ。性格ハンターのボスは未来を見通せるという情報の信憑性は高いけど、この情報、カフカが本当のことを言っているとは限らない。この件は思ったより厄介よ。彼女の言うことが真実で、私たちがそれを無視すれば、人狼みたいな始まってるか。ラフの人たちは危険な状態になる。椅子かと思いきや姫子。あ、銀狼さっきパフカ来てたね。あれ、この話聞いたな。私もまあ、でもさ、あんたも来たんだ。来ました。どうすか。もう炭鉱は部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。あの女とか言うほどの、あんな偶然起こるわけないよ。性格が暴発したところに性格ハンターが現れるなんて、しかもうちらのすぐ近くで、わざとに決まってる。陰謀か、これ。ほんと腹立つよね。勝手に通信を乗っ取って勝手に切るなんて、非常識にも程があるよ。でも今銀狼来てるからね。ねえ、あんたって彼女と知り合いなんだよね。昔からあんな感じだったの。いや、昔からというほどの付き合いはないんじゃないかな。陰口は確かに良くない。このタイミングでなんでそんな責任感に目覚めるの。そうだ、さっき炭鉱にも言ったんだけど、あんたにも言っておくね。みんなで一緒に反対しよう。いや、酸素を会いたい、あの本人に会いたいんだよね。やっぱりあんたは性格ハンターの言うことを聞くと思ったよ。もう少し考えた方がいいって。やばい、釣られるかもしれん、このムーブだと。あれ、ドア開けた。うちは怒ってるんだからね。怒ってる。炭鉱、俺が遅れてしまった時に限って問題が起こるとはな。普段はこんな感じじゃないんだ。ああ、美月から聞いた。他の選手ならまだいいが、ラフとなると。
俺はいけない。6分の1を引いてしまったか。確率高いか。サイコロぐらいだもん。なんか因縁でもあるの？他の選手？それって？わかった。タウコの好きにしたらいいよ。お前はお前の道を行け。他の選手のこと聞こうかな。同盟の選手は全部で6層ある。言ってた言ってた。ラフはその中の1層だ。他の選手は妖精、宝庫、守名、巨漁、それから玉伝だ。全然覚えらんなそう。俺の記憶の中の選手は今も壮麗なままだ。うまくいくことを祈っている。なんか美しい感じなのかな、ちょっとわかんないけど、壮麗らしい。大丈夫？炭鉱、美月ちゃんから話は聞いたかしら？問題ない。状況は理解した。よかったわ。じゃあ先ほど起きたことについて今後の方針を投票で決めるとしましょう。賛成派1票でしょ。性格判断によると先週ラフで性格が暴発し、ベルトが現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで選手に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。行かなかったら行かなかったでモヤモヤするでしょう。3、2、1。はーい。てって真横にあげるんだ。4対1。賛成の方が多いわね。選手に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、もしあの人が嘘を言ってなかったら、ね、ちょっとアバージュ悪いよね。うちらが選手に行かないと、この方向から言っても何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって。何もなかったら何もなかったでね。予定通りやればいいし。へえ、正義感が強いね。言うことをコロコロ変えるなんて、なんかこれどっちも京都弁に聞こえるな。その辺にしておいてやれ。かわいいね。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする炭鉱、あんたは残る？残るって言ってたよ。ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼女と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標先週へ出発。おお、まもなく跳躍が始まる。5、4、3、2、1。船が6個1に並んでるみたいな感じだよ。これが先週ヤリイロ6よりずっと大きい気がする、うん。どんだけでかい船なの。先週人にとってはこの先週が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかご。だが長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡る。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。やっぱ壮麗か。本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。仲いいな。そんな感情のこちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上。いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこラフクッポー船内へ。どこも通信の状況悪いな。近く
ください。お待ちください。カスタマーセンターの録音みたい。どうしたんだ。信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。本当に泉州で何か起きたんじゃ。じゃあそれはそれで誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。どうかな。変なことを考えるな。私が見るホラー映画は大体バズろうぜって言ってなんか YouTuber が廃墟とかに入っていくシーンから始まるけどね。まだ自動信号なの。やばいやばいって言いながら撮影してるシーンから始まる。ずっと繰り返してる。な、繋がったわ。魚介今開けてきます。泉州同盟ラフを代表して遠方からのお客様を歓迎します。 YouTube じゃない、TikTok とかの時指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者に繋がった。 いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう。姫子、列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。姫子は今回も行かないの？行きたくなくなってきた。開拓者出発。出発前の準備を忘れずにするのよ。あ、準備をしてから出発しましょう。準備が大事だから、何事もね。ベルとミツキなのかと共に出発する。なんかあんなさっきガチャで出てきてやる気出してたのに。今回はヨウおじちゃんの実力をその目で見れるわね。彼と一緒なら何も心配することはないわ。そっか、こんな風には見えない。彼がすごいのは知っている。私がベルトとナノカを守る。じゃあ頼んだわよ。あ、寝ますの方おやすみなさーい。泉州に行ったら十分に用心しろ。泉州に関する情報をまとめておいた。役に立つといいが。銀狼、船に乗ってきますよ。タンクロードを離れる前は、タンクロードの話は観光としといてくれ。でも最初宇宙はこんなに広いのに、まさか炭鉱が乗ってた泉州に行くことになるなんて、絶対に運命だよ。泉州に行ったら炭鉱のことを聞けるチャンスだと思わない？本人いないのにいいのかな。炭鉱も不思議な過去を持ってるみたいだし、ラフに行くなら探るしかないっしょ。探るしかない。彼が話そうとしないんだから探るのは良くない。どうなっても私は知らないからね。私は知らないからねって言ってもこんな一緒に怒られるから。探るしかない。やっぱりあんたなら絶対に興味を持ってくれると思った。ラフに行ってやるべきことを完全に忘れているみたい。急に冷静になるな。お前とミツキちゃんか。頑張るのじゃぞ。頑張りますよ。ないのじゃ。ないのじゃ。お前たちが旅を楽しめるんなら俺も嬉しいぞ。本当に嬉しいのかな。急に冷静になったら怖いよ。出発する前に今回の旅の目的をはっきりさせておこう。炭鉱の過去を探る。性格ハンターの言うことは信じがたいが、今回の泉州の旅で最も重要なのは、ご当地グルメを堪能すること、権力者と仲良くすること。性格、性格だよ。そうだ、性格ハンターには別の意図もあるはずだ。しかし彼らの評判とカフカの言葉を考えると、泉州に性格があるのは間違いないだろう。同盟と列車には交流があるわけじゃない。
故に俺たちが歓迎されるとは限らないだろう。あ、そうなんだ。だが開拓者は利益を求める集団とは異なる。先週に少しでも力を貸して問題を解決するまでだ。このことを心に留め、探索、理解、構築、連携を実行しよう。頑張ろう。えい、おー、おお。ああ、出発だ。おお、言うたれ。すごい、コンテナだらけで遠くが見えないね。ここって外から来た人が着陸する場所じゃないよね。荷物を降ろすドックかな。誰がここに誘導したんだろう。こんなに広い空港なのに誰もいないのってなんか不気味かも。人影が見えた方が不気味だよ。それでも誰かが門を開けてくれたみたい。確かに、あー、開けてくれないと入れないぽかったもんね。もうそれ以上言わないで。ホラー映画だったらこのタイミングで現れる人物が黒幕で間違いないよね。そんなことないよ。よおじちゃん、どうする？玉海門を開けてくれた人を探すことから始めよう。もしその人に何か企みがあるのなら、俺たちの手間が省けたことも。ホラー映画と私が見てるホラー映画、もしただの担当者だった場合は、ここで何が起こったのかを聞こう。すごい。そうだよ。幼児ちゃんはいろんな困難を乗り越えてきたんだから、こんなの序の口だよ。へえ。行こう。警戒を怠るなよ。流雲とどまり、マインに落ちる。ほんとかな、見たことない文字の組み合わせすぎて。感じが難しい。え、人倒れてるじゃん。この先に傷が深い。喋るな。なのか、六層氷を使って傷口の緊急止血を。そんなこともできるんだ。凍傷させないように。めっちゃ便利。コントロールに気をつけてくれ。任せてよ。先ほどまで近くで激しい戦闘があったようだ。本当だ、よく見たら。道中に生存者がいないか注意してくれ。傷が深い。なのか。任せて。道中に生存者。すいません、喋らせてしまい。俺にこの先に構うな。この先に喋るな。なにこれ、なんだった。箱って地域によって形違うんだ。UFO っぽい感じなんだね。みんな頭を抱えている。あっちこっちに怪我人がいるよ。周囲に残された痕跡からして一般人は殺されていないようだ。へえ。先週は脅威と戦うための兵士だけを残して他の人を空港から避難させたようだ。だがこの侵食を受けたモンスターたちは一体。この先に もう喋んなよ、この人たちは。俺に構うな。この先に気をつけろ。見たことのない生物だ。見たことない生物らしい。幼児ちゃんの指示に従うよ。もういっか。えー、いった。痛い目に遭いたいのか。それは
星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。2回目があるやん。君らに選ぶ余地はない。ふん、炎の槍を断ち切れ。オラオラマイン、ほらよっと、ガガ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 ガ。天雲様、お下がりください。あ、ハキハキとした人が。彼はす喋ってる萌えキャラ。こんなところに、すみません、お三方、ご助力ください。こんなところに萌えキャラが。え、おしゃれですね、この人たち。ありがとうございます。英雄、美女を救うですね。それってうちらが言うセリフじゃない？普通自分で美女って言う？それぐらいはいいんじゃない？うん、悪党め、名を名乗れ。うん、キャ、オート機能が使えない。チャンスだよ。2回ずつ倒さないといけないんですか、この人たちって。もしかしてオラ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 。始めよう。礼儀がなってないわ。礼儀がなってないよ、ね、誰かな、誰なんだよ。チャンスだよ。いたずらしちゃうぞ。オッケー。誘ってないけど。それ。天雲様、魔音の実はすでに消えました。魔音？しかし、付近にはどんな危険が潜んでいるかわかりません。状況は楽観できないかと。早く天白市に戻りましょう。はいはい、分かっていますよ。でも恩人方にまだ感謝を伝えておりません。立ち去るのは失礼じゃないですか。一言ぐらいね、言う時間ほど欲しいよね。私はラフ天白市の商談の天雲です。皆様の尊名を聞いてもよろしいでしょうか。尊名、尊名ってさすがに大げさでしょう。うちは美月なのか、この人は妖おじちゃんじゃなくてベルト妖さん、それからこっちも、モラモラです。いや、個人情報は大事だ。あら、銀河ダッシャー、かっこいいお名前ですね。この人は気にしなくていいよ、いつも自己紹介でふざけるんだから。もっと早く言ってよ、自己紹介しちゃったじゃん。なるほど、お助けいただきありがとうございました。でももう怪しまれてる。は全面封鎖されているはず。先週のものではない皆様がここで何をされているのですか。納得できる説明がない場合、こちらの怖い運気軍の方々にエスコートされることになりますが。俺たちはずっとこちらの空港に停泊したいと呼びかけていたんだ。最初は何の反応もなかったんだ。最初の突然誰かが玉開門を開けてくれたら、人が先週に降り立った後は人を見かけなかったから、言ってた人、誰かいないかとここまで来たところだ。サポートキャラの人も、ありえません。私の船が最後に入港した後、玉開門は閉じられ、天白市は聖境を完全に封鎖しました。俺は嘘は言っていない。玉開門の開閉記録を確認すればわかるだろう。
門を開けた人が何も言わなかったから俺たちも訳がわからないんだ。皆様は請求列車の？俺たちを知っているのか？もちろん知っています。ああ、皆様は訪れる時期を誤りましたね。今先週では予想外のことが起き、お客様をもてなすことができません。それどころか観光も治療もビジネスも何もできない状況です。そんな安全を考慮して皆様は早急に星座界の中枢に避難した方がいいでしょう。天白氏のトップである玉空様のもとに案内し、判断は彼女に任せようと思います。先週で起きたことについて俺たちも少しは把握している。めっちゃ少ししか把握してないと思うけど。俺たちは先週にある性格の封印を手伝うために来たんだ。いただいた時から皆様は善人だと思っておりました。しかし私にはどうにもできません。皆様は部外者です。玉空様の許可がない限り誰も好き勝手にはできません。どっちにしろ一旦ですが、心配なさらないでください。玉空様はお優しい方ですので。本当かな。ついてきてください。よそ者にも優しい方かな。さっきのモンスターたちは？彼らはモンスターじゃない。捕まってる。モンスターではありません。人々じゃない。ストーリー急に立ち止まってどうしたの？少し皆様に手伝ってほしいことがあります。はい。え、手伝う？うちはやらないからね。え、気をつけないとすぐに運気軍のお兄さんがうちらを取り押さえるんでしょ。ああ、さっきのは私の失言です。本気にしないでください。この人も散歩じゃない？ほら、この先の道が塞がれていますでしょう。あーのテンション一緒だ。おそらく駐屯していた兵士がコンテナを集めてバリケードにしたみたいです。よーおじちゃんは工事現場の重機じゃないってば。ご冗談を。こんな大きなコンテナ、ここにいる全員で押しても動きませんよ。皆様の力を甘く見ているわけではありません。ただ何かの拍子でぎっくり腰にでもなられたら悔やんでも悔やみきれませんから。私の記憶が正しければ、気玉棒のコンテナは操作台を使って移動させることができます。皆様が操作台を見つけて操作してくれれば、私たちは先に進めます。どうです？簡単でしょ？すごく簡単だね。でも簡単ならなんであんたがやらないの？コナン君もいます。あれれ、私はか弱く能力もありませんので。本当、人を使うのが上手だね。どうすかこれ。ここさえ抜ければ星座界にある船に乗れます。安全な場所に着けばコソコソする必要はなくなりますよ。まあ頑張ろう。そういえばあんたいろいろ言ってる割に結局は恩をあだで返してるよね。うちらはあんたを助けたのに、兵を使ってうちらを捕まえてるし、よおじちゃんが交渉上手でよかったよ。どこ行けばいい？それは誤解ですよ。私にはどうしようもないの。右へ移動。立ち去る。前に立てない。左へ移動。立ち去る。あ、宝箱があるよ。宝箱って呼んでないかもしれない。先ほど言っていた性格ですが。君は泉州の天白市に所属している。
性格の脅威については知っているはずだ。侵食トンネルだ。あ、はい。私はいろんな星に行っているので、性格の侵食による惨状も数多く見てきました。モンスターなのかと思ったらドアロックだ。あわわわ。生と死、君らに選ぶ余地はない。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。炎のエリオ、断ち切れ。君らに選ぶ余地はない。やれません。自分の意思で結末にたどり着いてみせる。なんかおしゃれなレストランだかカフェだか。はっ、素敵。観光地かな。常民。こっち向きか。反対向き。そうだ。みんな構えるんだ。あ、うちに任せて。うちに任せて。うちに任せよう。これでいいんじゃない。レベル足りるんです。下手に動くな。下手に動くな。その程度。ご世紀。リュウ。ランス、戦闘準備。争いに意味はない。そうだよね。殴ったね。任せろ。任せていいかな。うちの出番。レベル。私が守る。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。騒ぎを起こしたくはない。確かに。騒ぎも来てほしくない。始めよう。生死虚実、一年のマナリ、同天元家、聖武一角。はっ、あ、やり先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。切れ。みんな2回ずつじゃないといけないんですか、これって。痛い目に遭いたいのか。
君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。頼む。任せろ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらい。争いに意味はない。そうだよ。ついてないね。リュウ。殴ったね。親戚である。いや、逃がさない。ダンス、戦闘準備。しりぞけ。しりぞいてくれますかね、そのことで。役を抜けて。ああ、パン。うちが、私が守る。たまには真面目に行こ。うちのとっておきをくらえ。生死虚実、一年の同点元気、勝務一角。はっ、うち、なかなかやるじゃん。ダンス、戦闘準備。やり先に火を、炎の槍を、断ち切れ。断ち切れ。逃がさない。勢い、うちの出番。勢いでどうにかなる。君らはこの力について生徒し、君らに選ぶ余地はない。リュウ。騒ぎを起こしたくはない。起こしたくないよね。あれふったくないですよ。え、あ、そっか、新しく来た人だから。こんなの知らない。殴ったね。その程度。には真面目にうちのとっておきをくらえ。殴ったね。始めよう。チャンスだよ。チャンスだ。やられるぞ。争いに意味はない。争いに意味ないぞ。ついてないね。生死虚実、一年の学び、同点元気、勝務一角。やり先に火を、炎の槍を、断ち切れ。待ってない。はあ、ここまで大変な道のりでしたね。大変な道のりでしたね。尻尾の毛もかなり抜けちゃいました。私の綺麗な尻尾が。ドレス。想定外の出来事の連続ではありましたが、なんとかなりました。皆様、これが私の行っていた船ですよ。免許を持ってる人がいる。この船、オートマチックはついてる。よし、船の運転は任せろ。皆様の手を煩わせる必要はありません。節都市として、精査の操作は必ず身につけなければいけないスキルですので。みんな運転できるんです。心配なんてしてなかったけど、彼女の自信満々な姿を見たら逆に不安になってきた。散歩なんじゃない。しっかり座っていてくださいね。出発しますよ。家族宛ての手紙。もうみんなボロボロなんだけど。猿。
こんなんで移動してるんだ。でも過ごしやすそうな土地ですよね。寒そうじゃないし。では私が天白氏を代表して挨拶させていただきますね。皆様、星座界へようこそ。ラフ泉州の空域、航行、貿易に関することはすべて六氏からなる天白氏が行っています。六氏がまとめて天白氏って言うんですね。なんちゃら都市。そういう話をしてるとなんだかすごいオーラがある ね。栄えてる感じがあるよね。いえいえ、私はここを訪れる商人をお迎えするのが仕事ですから、こういうかしこまった場面では必ず何か言う必要があるんですよ。とにかくここまで来れば安全です。本来なら皆様を案内すべきなのですが、現在は非常時。まずは四神宮に行き、玉空様に皆様の来訪を報告します。四神宮？場所？見えますか？ここで最も高い建物です。あそこが天白氏の本部となります。早速行きましょう。なんでそんな急ぐの？みんな急ぎすぎだ。あら、急いでいませんよ。ただ玉空様に責められたら、私はその責任を負いきれませんから。なんで怖がるの？優しい人だって言ってたよね。六氏に謁見するのなら準備が必要だ。帝雲さん、俺たちに逃げる気はない。先に報告に行ってくれないか。何事も準備ですよ。四神宮の入り口で待っているよ。わかりました。どうする？帝雲さんのペースについていけずに俺が置いていかれるとはね。暇な時間が長すぎたせいか。散歩だよね。今のうちに一息つこう。これがゆっくりできる最後の時間だろうからな。マジ？短い時間しかゆっくりできないんだ。すごく狡猾な感じがする。でも狡猾な感じが出てるならもはや狡猾ではないので。狡猾というほどではないが、彼女は常に利益になるかどうかを優先して考えているようだ。正体不明の不審者に遭遇したら警戒するのは賢明な判断と言える。それはそうだ。その後の慌ただしさは、彼女は責任を取ることを恐れ、俺たちを早く上層部に任せようと考えたからだろう。バレバレ。何も敵対するわけじゃない。安心しろ。俺たちに後ろめたいことはないんだ。本当ですか？何も怖がる必要はない。ベロブルグでもうちらに後ろめたいと。そう、私も同じこと思ってたよ、ナノカちゃん。よし、散歩しよう。少し落ち着け。前もって注意しておくが、これから謁見だ。気を緩めず真面目に受け答えするんだぞ。真面目に。ヨウジちゃんは今回の謁見でベロブルグの時みたいなことを繰り返さないか心配してるの？ホテルで襲撃受けたくないね。それはない。泉州同盟はそんな無礼なことをしないだろう。礼儀を重んじております。玉空という人物は俺たちに多くのことを問うはず。なぜ俺たちがこのタイミングで泉州に来たのか、俺たちはどうやって性格を知ったのか、誰が俺たちに情報を提供したのか、返答に気をつけなければ警戒心や敵意を持たれてしまうはずだ。行動するのがかなり難しくなってしまう。怪しい。次。やばいね。うちも彼女も口がうまい方じゃないし。そうなんだよ。全部炭鉱に任せてたから今まで。間違ったことを言っちゃいそう。私のことをすごく誤解している。下手だからね、実際。誠実に受け答えすると、ちょっと齟齬が生じる可能性があるから、お任せしよう。ナイスアイデア。
うちらは横で雰囲気を演出する係として、やっぱね、幼児ちゃんを応援しよう。今までそうしてきたからね。いや、もう少し真面目にしてくれ。案ずるより産むが易しだ。心配するな、受け答えは俺がしよう。いや、頼れるな。メッセージが届いております。恩人様、お聞きしたいことがあります。列車が泉州を訪れたのは本当にラフで性格が起こした問題の解決を手助けするためですか？損得を度外視して他人のために奔走する人なんて、銀河を渡る危険な旅の中では真空の中の空気よりも希少ですから。先週のお偉方が皆様の来意を聞けば、皆様が調整を望んでるか、性格を求めていると疑われても仕方がないでしょう。長生きかな、これ。気をつけろという。いい人だよ。なんとかなんとかの狐があります。漢字が難しすぎる。あ、狐タイプの人結構メジャーな人種なんだ、この世では。めっちゃ人いるじゃん。ここ通行止めだ。地図を見ましょう。ナビゲーションですよ、地図は。え、やっていくんだ。こっち回りならいけますか。通行止めです。通行止めなんだけど、封鎖されてしまったけど、給料は支払われるのかな。確かに心配だ。無理なんだ。不安だね。ここ通れますか。あ、ここ封鎖してまーす。どうか通してください。うちの娘が家で待ってるんです。禁止、通行禁止。早く通してよ。急いでこの荷物を売りさばかないといけないんだから。戒厳令が出ているのに、なんか向こうには行けないんだね。結構まったりしてる人もいるんだ。確かに BGM もなんかまったりしてる気がしてきた。あら、ずいぶんと早いのですね。玉空様が四神宮で皆様を待っています。早かったですかね。あんたは来ないの。私はもう報告を終えたので遠慮しておきますね。うちら大丈夫なのかな。かしこまりました。被害データを軽減将軍に報告してから大牧師の人間を呼んできなさい。大牧師っていうものを読めねえ。これほどの騒ぎ、知らないふりはさせない。あ、請求列車の旅人たち、ようこそ。え、そなたらの来意は
すでにテイウンから聞いた。本来なら旅人と接見するのは私の職務ではないけど、そんなことをわざわざ性格の存在を知りラフに協力すると言った時、いやお客様じゃないのか、ならば当然皆さんとお会いして直接伝えるのが筋であろう。謝絶の言葉を。お客様じゃないです。たかが性格、同盟がすでにそれを知ったのであればいずれ対処法も生じるでしょう。ようおじちゃんも言うてた。先週は8000年も空を駆けた。性格一個ぐらいどうにかなるやろう。存亡の危機などとうに見慣れたこと。眼下の災いは凄まじい勢いであるが、私たちには解決する余力がある。よそ者の力を借りるには及ばない。皆さんは遠路はるばる来られた客人の身分、当然この事件に介入する筋合いもない。一応客人とは言うてくれてはいる。捕まりはしないかも。現在の状況を見ると性格の影響は完全に侵入していない。一刻も早くその位置を特定し制御すれば、侵食された空間も侵占された人も元に戻る可能性がある。頑張れベルト。俺たちはかつて性格の災いを止めた。今回も皆さんの力になるべく尋ねたまで。分かりやすく伝えたと思ったのに。これは先週同盟の事情よ。請求列車の手を煩わせるつもりはない。敬意を示そうと私自ら皆さんと接見し、最終的な結論を伝えることにしたの。この結論が覆ることはないわ。じゃあ変えるか。しかし、もういいってよおじちゃん、ね、同盟が自分たちで解決できるならうちらも手間が省けてよかったじゃん。もう行こう。いいえ、行かせるわけにはいかないわ。え、さすがにひどいんじゃない。ラフで性格が発見されたのはたった数日前。現在政策会は全面的に封鎖され、誰一人離れられない状況にあるわ。ここで起きた全てのことが性格によるものだとは言い切れないでしょ。精査会の入室記録を見た結果、数日前にシステムをハッキングし玉界門を開け、ある感染が入港したことが分かったわ。そう、つまりあなたたち請求列車のことよ。そしてシステムをハッキングした人物はかなりの凄腕のようね。まるで挑発するかのようにわざわざ自分のマークを残していたわ。性格ハンターの一員、銀狼のマークをね。銀狼とだけね。これについてどう説明してくれるのかしら。仲良くしてんすよ銀狼。あいつ列車に入り浸ってんすよねなり。この謎が解けるまで天白紙にいてもらうわ。よくそう怖い顔するな。銀河中に知られたら先週同盟は客人への扱いが粗雑だと現れてしまう。笑わせていただきます。もう粗雑だよ。請求列車が性格ハンターと手を組むわけないだろう。ライバルなんだから。え、ライバルなんですか。皆さんの面会を邪魔してすまない。私はラフの運気将軍ケーゲン。将軍様、これはラフ内部の事情。ふむふむ、内部の事情。私は舵取りの意見に賛成だ。悪いが列車の諸君、ラフに性格が存在するのは確かに。うちらで捕まらずに済みますか。諸君の行為は断らせてもらう。これは泉州の問題、泉州自身で解決するしかないしかしこうやって訪ねてきたのだ。手ぶらで帰らせるわけにもいかない。いや別に手ぶらでもいいんすけど。性格の件は帰らせていただけない。列車の協力を拒否させていただくが、別件で頼みがある。さあ
こちらへ。うちらやってきますかね、こんな国で。以前よりその名を聞き、長剣を抱いていた。長剣って読む。今日この目で見ることができるとは、公人の至りだ。公人の至り。将軍様のご尊命はかねてより伺っていた。それで、頼み事とは。ああ、知らない言葉が出てきすぎて、ななね、リピート機になるしかできない。数日前、泉州の用地に飛び込んできた性格ハンターを捕まえた。名はジン。そいつを審問するとき、大牧師、つまり泉州の情報データを推断し解析する部門が、泉州に潜んでいたその仲間カフカの通信を傍受した。そしてその時の通信対象が列車だよね、うん、諸君と性格ハンターの間柄なら私も多少耳にしたことがある。大牧師は君たちが手を組んでいると判断したが、ありえないと私は言った。ありがとう。列車が義にあふれし者たちである美名は銀河に広がっている。義にあふれし者たちである美名があんな雑敗と関係を持つはずもない。銀河に広がってるんだって。だろ。だからその通信は性格ハンターが浪した愚かな策に違いない。ちょっと黙っとくか。あんま下手に言うても、ね、性格の災いであれば泉州には解決策がある。しかし完全に沈めるには時間と運気軍の戦力が必要だ。カフカという存在が泉州に潜んでいる今、来てるんだ、会えるじゃん。性格ハンターがわざわざ列車をラフへ誘導したのであれば渡りに船。この将軍の身分を使って諸君が泉州で自由に行動できる権限を与えよう。姿をくらませているカフカを誘い出し必ず捕らえてほしい。そうすれば性格ハンターに着せられた濡れ衣を晴らすことができよう。できる。そして奴らが泉州に潜入した目的と性格との関連も明かされる。列車の諸君にとってもいい取引だと思わないかい？うん、どうなんですか？君はどう思う？あれ、渡りに船だね。手を貸そう。けど今回の目的はそうカフカじゃなくて性格だよね。でもそもそも選択の余地ってこの取引対等じゃないからないか。もちろんあると思う。あるんですか？無情に断ってここを立ち去ればよい。だが君たちは泉州を助けたいと思っている。そちらが誠意を見せたからにはラフも誠意を持って答えねば。いいだろう。素晴らしい。では決まりだ。すぐにでも玉空に告げ、情報を共有して精鋭を回すよう伝えておく。きっと捜査に役立つ。精鋭まで泉州に滞在する間、天白氏や運気軍の協力が必要になったら遠慮せずに言ってくれ。次は列車団員たちの会話タイムらしい。三月七日ちゃん、ボードゲーム。めっちゃ遠くにいる。うん、君のことは知っている。知ってるんですか？先週は請求列車にずっと注目してたからね。情報ダダ漏れ。ジンはカンパニーに指名手配されているだけでなく先週の重罪人でもある。なんだ、地元の方？すまないが彼の情報を提供することはできない。私の情報よりジンの情報の方が固く守られております。現在知られている性格ハンターは5名。
リーダーのエリオ以外、大まかな行動はカフカが主導している。大牧師が暗号通信を捉えていなければ、もっと長く影に隠れていただろう。捕まえたらどういう、性格ハンターを捕まえたら私たちに渡してほしい。はい、ああ、通常の手ならな。だが大牧師には独自の方法がある。へえ。誤解しないでくれ。先週は犯人を拷問したりしない。あ、そうなんですか。尋問には必ずしも暴力が必要なわけじゃないからね。え、それって殴らないけどみたいな話。その後はお任せを。手に入れた情報は余すことなく皆さんに共有すると約束しよう。不安だ。ことがうまく進み、時間が空いたらぜひ宇宙で見聞きしたさまざまなことを教えてほしい。そんな機会一生来ないかも。私は事務に追われて何年も遠出をしてないから。しばらく消息を絶っていた列車が再び星々をかけ軌道に戻ったと知り、誠に心が躍るよ。私は他に用事があるため、先に失礼する。に追われてるって言ってましたもんね。はい、では。盆景。バーチャル盆栽があります。でけえ。椅子もある。軽減か。ただものではないようだな。ね、難しい言葉をいっぱい使ってたね。彼が怪しいと思う？怪しい。私たちの味方じゃないってこと？いや、その立場を疑ってるわけじゃないが、どこか違和感が。怪しいか。そうだ。怪しいといえばわずかではあるものの、故意にジンの情報を流してきた。でもその割に何も教えられないとか言ってた。運気軍が性格ハンターを捕らえたというのなら、それを手がかりにカフカの居場所を特定すればよいものを、どうしてわざわざ俺たちに誘い出させるんだ。よそ者が性格の件に関わるのを避けるのに、性格ハンターのことについては寛大だ。実は捕まえていない説、性格について嘘を言ってる説、餌にしたんだね。が、そう、俺が思いつく理由は一つ。ジンの逮捕の真偽がどちらであれ、少なくとも今の彼は先週の手から逃れている。え、あ、そうなんだ。そして性格ハンターを誘い出せるのはカフカとつながりのある俺たちだけ。だからケーゲンは遠回しに援助を求めてきた。ジンの逃走を知られては困るからな。もしこの仮説が正しければ、俺たちは一歩、事件の核心に近づいたとも言える。そう、逃げてるらしい。でもそうだよね、逃げてないといつもサポートに来てくれないもんね。将軍様のご命令であれば、天白氏は全力で協力するわ。もう不安、みんな不安。性格ハンターの人員は…なんか拾っとくか。何も信じられないよ。僕は顔面岩タイプだ。お店屋さんですか。ごめん、興味なさすぎて全部見てなかった。よくお分かりですね。各校、水野と6号、運送力の限界を超過しました。他の不当への分散を要請します。あんたは軽減将軍についてどう思う？ジン逃がしてるらしい。顔立ちがいい。信じていいと思う。怪しい人。
顔そんな光っててそこまではっきりとは、ね、あんたは誰を見ても怪しいと思うよね女の子の勘ってやつ怪しい人しかいないんだよこの世に。玉より話しやすいよね。あーそれはそうだよね。だから将軍になれるんだと思う。舵取りの誰かさんとは違ってね、人当たりの良さの差だよ。さいい人か。どこ行けばいいの。話しやすさ大事だよね。やっぱ私と彼らの話を聞いてただろう。君の考えは。考え、天理は明白だが人心は奥深い。ピックアップ中の人だ。あの者らの来意が吉か凶か占って差し上げましょうか。それは結構。請求列車はこのことと無関係だ。あー確かに。私が保証しよう。デザインされているかもしれない。我々もそのラインを深掘りする必要はない。ハノカちゃんが言う通りに。餌で魚が釣れればそれで十分。それ私の提案でしたよね将軍。そうそう、普賢殿の知恵は実に心強い。今後も頼みましたよ。ならば早く座を譲ってもらいたいものです。それはまだ早い。万が一変数が生じたら将軍の私が責任を負わねばならない。すべてを手放して普賢殿を基地にさらすわけにはいかないからね。一刻も早く性格ハンターを私に渡していればこんな面倒なことにはなりませんでしたのに。面倒なことになっちゃってるんだ。一体どういうおつもりで。軽減、まさかわざと逃がしたのです。私が普賢殿のように未来を占うことのできない私がかい。すご、肩にこれは運気群のライオンのなんかドアノックするやつみたいなのがついてる。私の責任だ。ライオンシーサーか。分かってますわ。先週の雑務に追われさぞかし疲れているのでしょう。おいそう。この私が下で支えていなかったら。そういえば次の録音会議では今度こそ私を次期将軍に推薦する約束を果たしてもらいますから。はいはい、了解了解。私は別の用事があるからここで失礼する。あとは才に恵まれた普賢殿に任せた。先週の厄介ごと、机の上の公文書、花壇の雑草、この3つはどう力を尽くしても綺麗にならないか。大変なんだ将軍。将軍って大木が将軍の座に就こうとしているのは誰もが知ってること。みんなに言ってる。彼女は才能を持っているがもっと心を磨く必要がある。そのまっすぐな気質が磨き直された日には私も引退を考えよう。性格のことなら面倒くさいも何もない。逃げたならもう一度捕まえればいいだけの話。将軍が命ずれば僕が今にでも奴を追うけど。元気を。何かをなそうと焦る気持ちはよくわかる。だが今ではない。剣士の名が欲しいのだろう。みんな下手に動いて交戦するのは避けるべきだ。特に重罪人相手とはね。将軍は僕があの陣に負けるとでも。そう躍起にならないでくれ。我慢してほしい。先週の平和を維持するのは剣術とは違う。計画通り順を追って進めてこそ精を成す。それに裏で動いているものもまだ明らかになっていない。疑問は一つ。それが解き明かされるまで棋局は今のまま維持させる。そしてその疑問こそ正確だ。どのようにして天白氏の審査と大木氏の推定を避け
どこに置かれたのか。ナスの方がゆっくりだから。一番手っ取り早いのは二人の性格ハンターを捕まえて大木のところに送ることなんじゃないか。聞きながら寝たりしないのか。この件はすでに列車の客人に託した。焦ることはない。ことの最後には君の手が必要になる。君は私が最も信頼する人物だからね。君にしか託せないことがある。話すのゆっくりすぎてみんな話してる途中でどっか行っちゃうけど。まったく私がいけないんだ。若いのを家に閉じ込めすぎた。何かをやらかしてもおかしくない。箱の中の三尺水、いつに方々を試さん。え、これ炭鉱。でも今回はそのヨーヨーとした息がくじかれるだろう。なんか急に難しいことをことわざみたいなのを言い出すのはね。あ、でも炭鉱もあれかな、この地域の人かもね。なんかチャイナだし。何もせない。あ、はい、探せばいいんすね。不動で、不動はさすがに読み方合ってると思う。こんだけ知らない漢字が出てきた。読めてる気が全くしない。やれ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 、お父様からまた皆様の面倒を見るようにと託されました。どうやら恩人様たちとは深い縁があるようです。天博士がイーチェン各社に最高の部屋を用意しております。いやそうだね。いえとんでもありません。次にまた玉空様にお会いしたとき、私の美言をいくつか言ってくだされば慰めになります。働く運命には慣れていますので。苦しいよこの国。どこを目指してるんだ。とりあえず横か。行くところが。イーチェン各社に避難してください。各社の看板を見た途端、睡魔が押し寄せてきたよ。将軍の話聞いてる時が眠かったよ。結構慌ただしくしてた割にまだ日が暮れてないんだね。確かに四神宮でかなりの時間を過ごしたと思ったのにね。さっきだってあの玉空様がしかめ面をした瞬間、玉空様も全然読み方覚えられない。飛びかかってきてうちらを牢屋に入れるんじゃないかと思ったよ。未だに思ってるよ私は。大物と交渉するのってモンスター退治よりも疲れるんだね。あ、別に玉空様の悪口を言ってるわけじゃなく。ご安心ください。私は告げ口をするような人ではありませんので。本当かな。ですが部下として使える人のために弁明させてください。ラフの至るところに危機が潜んでいる今、天白氏を率いて泉州の関門を背負っていらっしゃる玉空様が警戒を強めるのは当然の義務。確かに。プライベートな場所でしたらあの老大臣もそう堅苦しく接することはなかったでしょう。リピートすることしかできない。あの老大臣は昔泉州の運気軍飛行士の中でも傑物であったそうです。炎のような性格と一流の腕前を持ち、冗談もお好きだったとか。どんな性格だ。ただ年月が経ち凄腕の飛行士はその短気な性格を抑え一師を率いることになった。全ての面倒事を完璧に片付ける方になったのです。
これはすごい。ほら、今こうやって私が皆さんを各社に招き快適に過ごせるよう手配したのも玉空様の命でしょ。先週はおもてなしの礼を欠いてはいません。そういえば玉空様はこうもおっしゃっていました。めちゃくちゃ好きなものや食べたいものがあれば直接オーナーさんに言ってくれていいと。すべて天白紙の付けに回しますので。早く玉空姉様に感謝を。あんたが先に言ってよ。こほん、ここまで熱くもてなされるなんて、その行為に甘えてちゃんと楽しまないと逆に失礼なんじゃないかな。ね、よおじちゃん。ねえ。いや、俺たちは依頼に専念しよう。前回、玉空カジトリが俺たちの介入を拒んでいたのは、カフカの居場所に心当たりがあるからなんじゃないか。ご明察。犯人はとても賢い。周波数バンドを暗号化する以外にも、通信時間を程よく調整し、具体的な位置を把握できないようにしていました。ですが、それでも大牧師に尻尾をつかまれた。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、群生はやがてその軌道を交差させるものよ。では、さようなら。この言葉に特別な意味があるってこと？座標を交差する軌道？リピートキー。声の他にも何か聞こえる。そうです、おそらく何らかの装置が動作している音かと。あ、この手がかりさえあれば今の状況もって何も変わらないよね。先週はスターシップだし、この音もありきたりなものでしょ。美月様、確かに一般の方にとってはありきたりかもしれません。ですが設備のメンテナンスを担当する構造士であれば話は変わってきます。彼らにとって機械が動作する音は曲の旋律のようにどれも異なるのです。そこで将軍様が職人を呼んで判別させました。その結果、カフカの後ろで響いていたのは海星口の造船施設だと判明しています。皆様、今はどうかゆっくりお休みください。あ、休むか。準備が整い次第賊を捕まえに行きましょう。 ね、その時はぜひ皆様の腕前をお見せしてくださいね。行くところがない旅の方はしばらくイーチェン各社に避難してください。今は少し休憩しよう。性格ハンターのカフカを追撃するのは大変な戦いになるだろうからな。そうかもね。そうだ、列車に無事を報告しよっか。ああ、それは大事だ。特に炭鉱に今何してるのか聞いてみよう。そんでこっちはめっちゃ楽しいよって伝えるの。ねえ、今って何してる？送信に失敗しました。私とナノはここって電波ない？30分もそこでぼーっとしてるけど、そんなに不安なのかしら？あ、まあ、ぼーっとしてるの30分ぐらい経つか。あの子たちが心配なんでしょ？でも、ベルトもいるし、安心していいと思うわよ。うん。姫子さん、性格ハンターの遠距離通信を保存していたと思うが、見せてもらえるか？あ、もちろん。この二人話すことなさそう。何話すんだろう。システム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。はあ、性格ハンター、何を企んでいる？先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたら
お前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになる。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。何に気づいているんだ。その性格は言いたいことがあるならはっきり言え、炭鉱。選手は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。待った。待った。彼を知っているの？選手は危険だ。この者は、この者は、こいつが選手にいる限り、みんな、ベルトさんやミツキ、そして彼女、全員が危ない。しかし、彼は、タンコンが逃げようとしているものに関係しているのね。あいつらを放っておくわけにはいかない。だが、俺が背負っている荷に、みんなを巻き込むわけには。みんなあんまり踏み込まないから。誰だって思いの一つや二つ背負っているわ。美月ちゃんを見てごらんなさい。何も覚えていなくても肩に重くのしかかってる。私たちは見えない運命の道を歩んでるの。見たもの、聞いたもの、開拓したもの、これらすべてが背負うべき荷であり、進む力なのよ。すごいカクカクの。あれこれ考えすぎるのはやめましょう、タンコ。ルールによれば、列車が停車するのは標準日で7日間。その間、乗客は自由に自分の時間を分配できるわ。列車はパムと私がいれば十分だから、やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。それに、ことを済ませたらまた列車に戻ってみんなと一緒に旅をする。そうでしょ。全然喋んないな、この人。俺が炭鉱に？やりたいことがあるならやっておきなさい。後になって悔しがるよりマシよ。じゃあ、炭鉱、予定を変更して列車降りるつもりか？そうっすね。あーぐらい言ってもいいんじゃない？そっか。ならば行ってくるがよい。列車から降りたら次の発車時間までに戻るよう注意するんじゃぞ。時間は守る男だ。ついでにお土産を持って帰ってきてくれてもいいからな。任せてくれ。お土産何がいいんだろう。何売ってるんだろう。もらもら、美月、今どこにいる？やばい、ここ電波ないよ、この国。送信失敗。ネットワークが制限されているようだが、一部の機能は正常に働いている。どういうことだ。俺ってお試しキャラなんだ。俺46レベルです。俺が離れた時と何も変わっていない。記憶の中のラフ。これって取らないといけないですから。えい、これ一人でやれる。後悔しても遅い。やるしかねえ。騒ぎを起こしたくはない。やれました。運気軍の鎧の破片。運気軍と衝突が起きた。ベルトさんがいるのにどうして。うちたち信頼されてません。いや、ちゃんとおとなしくしててね。地べたなことをよく知ってくれている。人助けはプロに任せてちょうだい。え？なんか言えよ、合流するにしても。
コボコにするよ。な、何しれっと混じってんの。誰この人。争いに意味はない。くらえ最強剣運ホーン入れよ。生死虚実移動天元剣勝負一角。頑張っているというのにおとなしくしているわけにもいかないだろう。そんな声で喋るんだこの人。下手に動くな。お試し、お試しストーリーだ。な、なに生死虚実一年のマナ移動天元剣勝負一角。はっ思い知らせてあげる。だやってれば仲間になるよっていう話かな。もうじゃ再臨手に動いてる。騒ぎを起こしたくはない。くらえ通り上の付き合いで仕方なく協力してやっているだけだよのストーリー。これなら遠慮不要だね。っていう名前これ。喋れや。無事でよかった。あたしは運気軍の師匠。よかったね師匠さんが。喋れやとか言って派遣されてきたばかりなの。殴りかかってこなくて。おとなしくしててねって言ったのに、あんた刃物が見えなかったの？怪我でもしたらどうするつもり？あのまま僕がじっとしていたら君が傷つくことになっていた。もともと運気軍はあんたたちを守るための存在だよ。さあこの辺りはもう戒厳令が敷かれてる。私もちょうど一般人を避難させてるところなの。みんな怪しく見えるよ。ついてきて。安全なところまで案内するから。そういえばなかなかの運気喪失だったね。どこの隊？運気喪失、ちょっと喋れやということで運気軍じゃないです。そっか。じゃああんたも一般人だね。ならついてきて。お嬢さん、先週で何があったんだい？今まで行商してきて政策会がこんな風になったのを初めて見たが。それは言えない。というより私は一般人の救助を命じられただけだから正直知らないんだ。とにかくついてきて。それからそっちの無口な人、あんた名前は？無口だよね。登録する必要があるんだけど、空欄ってわけにはいかないでしょ。俺は炭鉱。喋れますよ。ここには旅行で来ていて、これから友人たちと合流する予定なんだ。そう、電波がなくて、県外なんですよ。俺は一人で港を出られるから必要ない。ダメダメ。こんな状況じゃ、政策会には誰もいないって。あんたの友人たちも無事ならきっと今頃安全なところにいるはずよ。心配せず私についてきて。目的地に着けばきっと会えるから。僕の名前は聞かなくていいのかい？まだ聞いといた方がいいよ。さっきの戦いで自己紹介したでしょ。ラセツね。ちゃんと覚えてるわよ。それじゃあ出発よ。ちゃんとついてきなさいよ。やたら、運気軍師匠が、ね、みんなの身の安全を保証するから。なんてジンぐらいインパクトある名前だよ。
あ、そうだ、後で二人とも紙に名前を書いてくれないかな。あんまり字を知らなくてさ、書き間違えたらいけないし。みんなね、名前難しすぎるもんね。送信失敗？どういうこと？基局が壊れてる？長距離通信技術はまだ未熟だ。正確に信号を妨害されているのかもしれない。そんな。いや、でも他の機能はまだちゃんと使えるよ。ほら。ならば誰かが細工をしたんだろう。カフカがいる以上、あの性格ハンターのハッカーお嬢さんの仕業かもしれない。昔はイーチェン各社じゃなかったのよ。あら、来ましたか。あ、来ました。ご冗談を。性格ハンターを捕まえて手柄を立てようと、そう意気込んでいるように見えませんか。私、海星港は構造士の管理下にあるため、許可が出るまで少々時間がかかります。ですので、ついでに現状を聞いてきました。龍雲私と同じく海星港の球技も止まり、関所の警備が手薄な状態です。運気軍は全員性格の件で他を顧みる余裕がありません。忙しい。中は化け物が横行し、人の気配はない。確かに後を隠すにはぴったりです。つまり助っ人もサポートもなしに大量のモンスターを退治して、カンパニーに天文学的数字の懸賞金をかけられた性格ハンターを捕まえなきゃいけないってわけだよね。まあ初めてってわけじゃないけど。え、性格ハンターってそんなしょっちゅう捕まえられる感じなんですか。適当に言っただけだから細かいこと気にしないで。ああ、そんないっぱいはいない。助っ人がいないかといえばそうでもありません。さあさあ皆様、準備が済みましたら出発しますよ。出発したらまたてんやわんやの日々かな。今日こんなもんにしとこうかな。炭鉱と連絡取れてないけど、まあ炭鉱は炭鉱でなんか人と合流してたし、うまくやるでしょう。では本日こんなもんで、お疲れ様です。ご視聴コメントありがとうございました。またやろう、近々。ではね、お休みの人はお休み。これからもなんか起きて作業するぞって人は頑張ってください。ではだね。配信、今日の配信は終わりだよ。